5月5日、朝日新聞に20歳の若者からの怒りの投書が掲載されました。その内容は、若者の消費意欲が薄いことを表す、若者の、離れ、の原因が、若者の意識の低下にあることは間違いで、今の若者、と低賃金から来る、お金の若者離れ、こそが、誠の問題である、と語ったもので、ネット上にも大きな反響が広がっています。記事全文を読む。